もう大…こんにちは、アジーンです。今回はダイソーでゲットしたこちらのドーナツバスボールを使ってスライムを作っていきたいと思います。今回購入した商品がダイソーのドーナツバスボール。これすごく売れていて、1店舗目では売り切れで、2店舗目にありました。でマスコットの方が全部で4種類4つ買えばよかった。3袋しかないですね。あーで、こちらの気になる点がバニラの香り。絶対ねすごくいい匂いがしますよね。でチャームがもちもちドーナツ、フレンチドーナツ、チョコストロベリー、チョコフレンチの4種類だそうです。へー、どれも可愛いな。このフレンチドーナツとチョコフレンチはまあチョコがついてるかついてないかだと思うので、じゃあこの3つを狙っていきたいと思います。このバスボールを溶かして中から出たチャームと少しこのバニラの香りをいただいてスライム作っていきたいと思います。じゃあまずこちら1つ開封してみます。あ、白いんだ。意外と小さかったです。すっごくいい匂いがします。バニラなんだけど若干ねミルキーっぽい香りです。すごく甘い香りがしてる。100均とは思えないです。部屋にこのまま置いておきたいぐらいいい匂いがしてる。じゃあこれをまず一気に溶かしてしまいます。何が出るかな。これはやばい、本当にいい匂いがしてる。でラスト1つ。いやー、これは今の段階でもかなりおすすめです。いい匂いがする。ただなんか茶色っぽい感じなのかなとかね勝手に思ってました。真っ白だった。 OK、 準備が整いました。でこちらの容器がこれセリアの容器なんですけど、耐熱容器ではないのでかなりぬるま湯にして溶かしていきたいと思います。お湯入れるとねちょっと変形すると思います。ではお湯を入れていきたいと思います。おお、シュワシュワ言ってる、シュワシュワ言ってるよ。さあ何が出るかな。でこれ全部はね使えないので少しだけもらって最後ねスライム作っていきたいと思います。どうかしら、このぐらいでいいかな、溶けるかな。さあ頑張れ。もうすっごい甘い匂いが部屋中してます。はあ、今もなんかバニラアイスクリームの家にいるみたい。すっごいいい匂いしてます。で私が狙うチャームがこちらのチョコストロベリー、もちもちドーナツ、チョコフレンチの3つです。あ、これちょっとなんか見えたぞ。若干この子姿を現し始めてる。カメラからはちょっと見にくいかな。この子はちょっともうね現してますね、姿が出てきてる。そしてあなたはこの子、あーまだ見えないな。どうしよう、全部同じだったらどうしよう動画にならないんだけどどうしよう。さあこの子がね多分一番になんか姿を現しそうな感じ。あー見えたぞ。あれ、ちょっと待って、嫌な予感がする。すごく、ちょっと待った、めっちゃ嫌な予感がしてます今。そんなことあるちょっと待って、これ茶色と若干ピンクが見えてますよね。あなたも怪しいな。ちょっとそんなことある、やばいですねこれ。ちょっと待って、本当に待って、本当に運が悪いんですよね私。こういうリーメントとかね、だいたいねとんでも、ちょっと待って、チョコレート、ちょっと待って、この子もチョコレートなんだけど動画にならないんだけど、もう大全部混ぜたらどうしよう。嘘でしょ、そんなことあります。番号書いてないよねこれ。キャラクターバスボール D、 ストラップにできる。いいよそんなのもういいよ。ちょっとひどくないか。全部もしかして箱の中身全4種類じゃなくて1箱が全部1種類とかなのかな。もうさ全部溶かさなくてもわかるじゃん。見てくださいよ皆さん。チョコストロベリーでしょこれ。嘘でしょ、いやー
過去一引きが悪かったな。選んだんですけどね、ある意味運がいいってことでよろしいでしょうか。いやー、そんなことあるかな。一種類しか作れないじゃん。このドーナツをイメージした何かスライム、いちごだったらチョコストロベリーのスライム、チョコフレンチだったらチョコフレンチをイメージしたスライムにしようかなって思ったんですけど、まさかの。ということで、こちらのスライムと、スライムじゃないわもうこちらのチャームとこちらのバニラの香りがついたこのお水を使ってスライム作っていきたいと思いますもういい、もうね、分かったから、もう溶かさないよ、全部勝手に溶けててください。もう出すから、強制的に。もうみんなね、もう答えが分かってるから、これもう待ってられないからね、もう出すよ、溶かしてあげない、もういい。はい、ということで、まさかの3つ買って3つとも同じチャームでした。こんなことありますか皆さん、これね、買ったことがある方、このチャームが出たよってぜひ教えてくださいもう4つ買っておけばよかったな。ワンチャンね、違うやつあったかもしれないですよね。はい、ではスライムを作っていきたいと思います。まだシュワシュワ言っておりますが、もう洗濯のりを使いたいと思います。まずは洗濯のりを入れます。そして食用色素の赤、アクリル絵の具のホワイト、ピンクにしたいと思います。そして混ぜると、いやー、ショックだわ、めっちゃショックだわ。リーメントよりはね、値段の方は安いんですが、1個100円なのでね。にしてもこんだけね、かぶったことはなかなかないですね。なんでだろう。でこちらのバスボールの成分が炭酸水素、クエン酸など入っているので、あまりね、スライムには向いてないんですよ。というか、スライムが本当だったら固まらない成分なんですよね、このあたりが入っていると。なので少しだけこう入れて香りを楽しもうかなと思います。これだけでね、スライム作ろうと思うと無理です。ちょっともらうわ、ちょっとね、ちょっと入れましょう。あまり入れすぎてしまうと固まらない場合があるかなと。クエン酸とかね、あまり向いてなかったと思われます。溶けちゃうんじゃなかったかな、確か。最近もうスライム久しぶりすぎちゃってでもすごくね、甘くていい香りがしてます。あー、これ余ったやつお風呂に使おうかな。すっごい本当にいい匂いがするので、これ普通に皆さんお風呂で使ってみてください。本当にね、いい香りがする。あまりダイソーとかのこういうバスボールってあんまり普段使わないんですよ。だけどこれはいいと思う。すごくね、甘くて癒されます。ほんと1店舗目でこれだけが売り切れてたから、と思ってね、探しに行ったんですけど、買えてよかったです。いい匂い、めっちゃいい匂いします。ではここに放射水を加えたいと思います。お、来てる来てる。このくらいだとね、固まりますね。これ以上タプタプにしようと思うと水を加えた方がいいんじゃないかなって思います。すっごくプルプルしてます。いつものスライムよりもプルプルしてる。ちょっとつきやすいかな、ここに。容器に少しまだついてます。いやー、もちもちだ。このツヤがある、この感じ、わー、プルプル。ただ今回のスライムはこのプルプルもちもちもそうなんですけど、やっぱとにかく香り、甘い香りがすっごい。バニラなのかな、ミルキーっぽい気がするんですけど、いやー、癒しの、いい香りがする。このまま食べたいなっていうぐらいいい香りがしてる。あとはやっぱりこの入浴剤なので、このツヤです。プルプル、すごくプルプルしてます。いやー、かなりプルもちです。もうプルもち認定入ります、プルもち。ただ一つ残念なことが、これですよ
これ見てね、編集メンバー笑ってました。こんなことあるのって、これ1種類だったのって聞かれたんですが、全部で4種類のうちまさかのダブリです。いや、ありえないですよね。ただこのチャームはね、かなりリアル、すっごいリアルです。こんな可愛いチャームが出てくるんだ。これはまた集めたいなと思います。もうなんかトッピングも何もないんだけどな、これどうしよう。こちらの私の大好きなトッピングパーツを入れようと思います。少しでもね、テンションが上がるようにポップに行きましょう。チョコレートにしようかなって思ったんですが、この美味しそうな感じにします。すごい、本当にいつもよりねもちもちしてる。これもう少し固めてもいいかな、もう少し固めようかな。でもね、こねてるうちに結構こう固まってくるんですよね。このくらいでいいかな。ボンドを混ぜたような感じのツヤ感があります。ボンドスライムのような感じです。はい、ということで今回はダイソーで購入したドーナツバスボールを使ってスライムを作ってみました。通常のスライムよりも入浴剤が入ったことによってプルプルでツヤツヤになってます。そして今日はね、3種類本当はねスライム作る予定だったんですが、ちょっと訳あって1種類になりました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、全ての通知を受け取るに設定していただくと最新動画の通知が毎日届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。